皆さんこんにちは、スジローです。毎週恒例、障害銘柄週間報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。スジローの米国株ブログを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。障害銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、メンサ会員です。メンサやプライベートに関してもブログでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では、障害銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、スジローの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロイヤリティファーマです。今週もやや下落。週間騰落率はマイナスの 0.3% です。次の銘柄はユナイテッド航空です。今週は大きく上昇。週間騰落率はプラスの 9.7% です。次はシェルです。今週も上昇。週間騰落率はプラスの 0.2% です。最後の銘柄はパイオニアナチュラルリソーシズです。今週も上昇。週間騰落率はプラスの 1.3% でした。来週の株価展望を紹介します。ロイヤリティファーマは3週分の下落です。2月15日に決算発表予定で動画化予定です。ユナイテッド航空は2週連続の上昇となりました。直近はロシア問題に関連して吊り下げするかもしれませんが、中期的回復に見通しの変化はありません。シェルは3週連続の上昇。見通しは良好です。ロシア問題に注目しています。パイオニアナチュラルリソーシズは3週連続の上昇。2月16日に決算発表予定です。個別株の推移を確認します。今週前半は全体的に強く、後半は CPI を境にセクターで展望が分かれました。来週はエネルギーセクターを中心に、過去2週間好調だったハイテクなどのセクターにも動向を注目しています。今後の投資戦略についてお話します。週間騰落率、S&P500 マイナスの 1.82%、ナスダックマイナスの 2.18% でした。今週は木曜日の CPI でプラス 7.5% と高いインフレ率が確認されました。インフレ率に対する FRB の金融政策変動が連日ニュースになっています。一時は10年債利回りが 2.0% を大きく突破する場面もありました。各投資市場は見通しがどんどん変わっていくので警戒が必要です。最後にスジローの来週の投資スタンスは弱気を維持です。先日よりお話しているように株式市場の反発はあまり根拠があるものではありませんでした。中期的な見通しが悪くなっていく中、どのように変化していくか注目しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また、友達や周りの方にも、ぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日相場について更新しているので、フォローお願いします。以上、スジローでした。また見てください。